謎解き放題もいいけど間に睡眠挟みたくなるな。いやですね、だからこそのバンバンなんじゃないですか逆に。やはり、はい、やっぱあんまりお腹を満たしちゃうと、うん、やっぱこう眠くなっちゃう。確かにな、時間を潰すにやっぱ上のバンバンに行くのが、うん、バンバンでバンバン行くか、ね、バンバンですよ、時代はバンバンなんですよ。時代はバンバンはちょっとよくわかんないました。ミサコを探します。あ、いた。ガチハード大丈夫です。私ははーい、はーい、いらっしゃい。普通に買いた。お、やりますか。やれないと。ゲス会にこれ持ってきてもらったの、リュウチョに言うハマーさんが見たいですね。読んでください。読んでください。ピザか、楽天カードもいきなりすいません、すいません、振られたらちょっと振り返ってすまん、素晴らしい、すいません、悪い癖が出てレジで振ってすいません。お腹いっぱい言う代わりにアイスクリーム乗っかっとるよ。動画映えするか。あ、動画映え。動画映えは全く考えない。ウーロン茶。ウーロン茶、コーラだ。コーラとコーヒーかけます。見ながら見てようかな。お、このハズパック。なんかちょっと今ね、英語、海外向けの名前入るかなと思って。あ、ちょっと。そう、あ、なんか参考にしたいなと思って。ちょうど探してたんで、こういう英語対応。ゴリゴリだわ。すごい。説明とかも全部英語じゃないですか。ゴリゴリの完全に英語カレットできるんですか。ダメだわ、できそうにない。最後これ何、どの封筒から開ければいいかわからんじゃん。この子たちはどこ行ったのかしら。いや懐かしいっすね、吉祥寺は。びっくりするほど懐かしい。スーとかに電話してみようか。オールサーパークルーズ、土曜日だもんね、今日。もしもし、もしどこいる、はい、今向かいか。オッケーオッケー。いや、どっか違うところいるかなと思って超サンロード歩いてた。あ、すいません、サンロード行きました。オッケー、了解です。美佐子さんの方が出てきました。遊びの向かいのサムウェイにいた。サムウェイじゃない、サブウェイにいた。あ、いいね、このね、カラオケバンバンとも。カラオケバンバンなのか、謎部屋なのかみたいな。え、サブウェイさ、すげえ儲かるんだね、これみんな絶対サブウェイで待つじゃん。来た。先輩がいられない大冒険が来られた。大冒険、どういうこと。さっきの遊びのストーリーがあって、ストーリーのテキスト読んでんだけど、多分こういうことだろうか。大体多分この単語こういう意味だからこういうことじゃないみたいなのを解読してました。いいよ、いいよ、ちょうだいちょうだい。先輩はそんな、もうすぐ溶けちゃうからそんなの不丈夫。英語喋るんでしたっけ。ある程度。おお、お腹いっぱいじゃなかったの、それとも。いや、私は、私さっきさんにも言ったけど、動画映えなんで。これ偉い、動画映えって聞いて、あ、偉いなと思ったんだけど、これただの欲求で。ただの欲求で。自分はこう、いいなタイにする、タイのホストファミリーの結婚式に行く。で、あのタイドレスを着ることになっていて、で、そのドレスのサイズをね、聞く連絡がね、来たんですよ、朝。全部英語ですけど。Me too って言ってました。Hello, are you going to Thailand in February 2020?
成人式、あ、ココさんのウェディング2月にね、はい、来るわよねっつって、もちろんもちろん、イエーイ、やったやったー、うん、We need to get you the dress for the ceremony、うん、あ、そのね、必要、ドレス必要だよね、そう、And I wanna go to USA before we will go to Thailand。タイ行く前にアメリカ行くことですか？そう、そっちですね。うちのそのファミリーって今アメリカ、カリフォルニアに家族全員で住んでて、うん、妹の旦那さんがタイ人なのでタイで結婚して、そのにみんな帰る、うん、なんでタイに行く前に私がアメリカで先合流して一緒に行くみたいな、そう、うん、したいっていうプランをしてたんですけど、あ、今考えちゃスチームだもん、考えちゃ、そう、そう、マジ考えてるだけなんだけどね、うん、お姉ちゃんからこの服はどうだと、うん、なるほどね、そう、結婚式に、そう、すごい、なんて、そう、細身でしょ、すげえ、これはやばいね、ハハハっていうのが、ハハ、そう、タイ語で語がハーなので、へぇ、ハハハって笑ってるのがハハハなんですよ、あ、じゃあ臭みたいなもんです、そうそうそう、臭頑張ってほしい、あのドレスを鯉のぼりみたいにならないで着られるこのミサコを期待していたい、行きますか、かわいいかった、寒いですよね、めちゃくちゃ冷たいもの飲むぐらい失敗したなって思う、なんかでも動画映えが気になった、動画映え気になった、優しいな、一日全部やってきましたけども、どうでしたか、伊達さん、いやもうほんとね、私謎解き最近やってなかったんだけど、ちょっと熱高まったわ、おー、なんかちょっと他の謎解きも行ってないの結構あるなと思って、うん、そう、だからちょっと人誘って行かなきゃなと思いましたね、いやそういうなんかあの頃の自分を思い出させてくれた、そう、昔の男みたいな、ちょっと待って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 、大丈夫ですか、待って待って、コメントでやったらラボが三姉妹来ちゃう、いやな、いやめっちゃ楽しかった、もう本当になんか今まで一緒に行かなかったお母さんとかね、あ、連れてこれるかなと思った、そうかもね、結構誰かが謎解きにハマるきっかけがこの謎ビル吉祥になるんじゃないかなっていうような感じの感想を思いましたね、うん、ミスは？そう、今先になんでコメント上手い人から先言っちゃったんだろうって、それ本当じゃない？2人で言っちゃったみたいな、なことないよ、もうそういうことないよ、そうだよ、はい、あ、というわけで今日吉祥寺謎ビル来させてもらって、なんか結構最近そのコラボものが多かったイメージがやっぱあったんで、最初も言ったんですけど、あったけど、やっぱオリジナルコンテンツとかってやっぱり好きだなって思えて、なんか結構謎解きのイベントって増えてるけど、なんか私物語とかに入り込む方が好きだから、なんかこういうリアル脱出ゲームがやっぱ好きなんだなって思って、私もだから熱がね上がりましたよ、上がるよな、上がっちゃいました、やっぱそのリアル脱出ゲームの楽しさもだし、それにプラスさっきも言ったエンタメ要素がすごい追加されてるコンテンツがとにかく多いので、それこそさっき言ったね、初めての人だったりとか、ちょっと最近脱出ゲームしてないなみたいな、人がちょっとフラッと戻ってくるじゃないけど、ちょっとやってもう一回行こうかなっていうのにぴったりなコンテンツが揃ってるなと思いますので、ぜひ皆さん吉祥寺、駅からもめっちゃ近いんで、ね、本当だよね、フラッと来れるので、めっちゃいい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、じゃあ市場さんはどうですか、はい、私はですね、まあ、見てらっしゃる方、知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、結構司会をね、ずっとリアル脱出ゲームやっていたので、先にコンテンツを知っちゃうことの方が、ここ最近は多かったんですよ。だから、そうそう、楽しめなくって、だから、その司会はどうやってやろうみたいな目線でしかなかったから、心から楽しめたのがすっごい久しぶりで。なんかね、めちゃくちゃテンション高かった。高かった、すごい高かった。こんなテンション高かったっけ、見たこと思った。もうだって感極まってマジですごかったの、うん、なんか心から楽しめる頭をね、まあ、もちろん考えなきゃいけないからフル回転ではあるんだけども、こう童心に帰るというか、本当にその世界観を体験するザ・エンタメっていうのがそこにオリジナルとして集結してるなっていう感じがあったので、本当にリアルラスゲーム好きな人、あとはそうじゃない人、ちょっと興味あるけどもどんななんだろうっていう、もう人数とか世界観とかが全部もうなんかその人が選びやすいように揃えられてるなって感じがしたので、ぜひ私は吉祥寺遊びに来てもらって、でまたハマっていろんなねコンテンツをやるきっかけにもなるお店になってもらえたらなって思いました。なんかどこ目線からかわかんないけど、すっごい興奮してます。それは伝わった。興奮してます。
はい、この番組が良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。またこういうのやってほしいなとかあったら、きっと声は届くと思いますので、コメントの方もぜひご協力お願いします。ぜひお願いします。はい、ということで今回ご視聴いただいてありがとうございました。四条美沙子と片海と小森美智でした。バイバーイ。今手足やるかな。やります。成功。めっちゃくそ楽しかった。楽しかった。やばいこれと思った。どうぞ扉を開けて中にお入りくださいませ。お入りください。お入りくださいませ。なんでこうね、あの法則とか特になく、うん、ポンと現れる文字、うん、はい、はい、いつもの美沙子のミスかなと思いきやもう絶対許されないからテロップミスマジで絶対許されないです。ただのバグだから。それはそう、ただのバグだから。